え、遅いよっぺいのでということで皆さん、お久しぶり、リンチョだよね。しかも画質めちゃくちゃいいし、俺の頭もすごいことになってるし、髪の毛交代してるわけではないので、昔から僕はね、おでこがこんなにお披露目でございます。はい、ということでですね、最後に動画を上げてから多分1年経ってるんですね。インスタとかツイッターとかで、UP チャンネルの方はもうやらないんですかと。ヘイバスさん見たいです。ね。ねえちゃーん見たいです。みたいなのがめちゃくちゃ来てたわけですよ。でも俺はね、UP ズライフでおしゃれをね、ちょっと極めようと思ってみたいなこと言ってたんですけど、やっぱこう、日常生活でも出ちゃうんですよね。ということで、今日はですね、久しぶりに UP チャンネルを投稿してみて、みんながどういう反応をするのかっていう動画にしようと思ったんだけど、それだけだとあれなので、僕が一番みんなにおすすめしたい、こちらの雲仙ハムをご紹介。食べかけっていうこと。商品をそのまま出さないっていうのがユッピーなんでね、こう食べかけをもうこれ焼いちゃう、これね焼いちゃうからお前たちに食べさせちゃう、今まで登録してくれたままの方たちに向けたサービス動画でございますのでね、1年間外さずにいてくれてありがとうございましたという、記念の動画でございます。ということで行ってみましょう。ということでキッチンにやってきました。ここね、実はね、皆さん、新居なんですよ、僕。半年前に引っ越してきまして、どこっていう感じだと思うんですけれども、ここです。雲仙ハム知ってますか皆さん、雲仙ハム。これ。長崎は雲仙にある、ハムなんですけれども、こちらのハムがね、まあ、美味しいと。すごいでしょこの油といい。ね。美味しそう。もうコメントに書かれている方もいるかもしれないんですけれども、ユピーさん、痩せましたね、みたいな。あると思うんですけれども、そうなんです、私ピーク時からなんと8キロ痩せております。で、なぜ8キロ痩せているかというと、僕1日1食生活というのをやっておりまして、これを食べること、この行為自体本当は許されないことなんです、僕からしたらね。夜ご飯しか食べないので、でも皆さんにねお届けしたいね、動画をお届けしたいという、そんな気持ちで今撮ってますので、なのでもうこれはもう僕の中ではもう食べざるを得ないハムでございます。てかね、カメラも変えたんで、これ50万のカメラ。もうビンビンに今綺麗な画質が映ってると思うんですけれども、そしてガス火から僕 IH になったので、 IH を使って今日はやっていきたいと思います。さあ、僕がさピークで活動していた時よりいっぱい YouTuber 増えたでしょ。こんなラフな動画出してる人いないんですよ、今 YouTuber で。でもね、僕はね昔の YouTube を大事にしていきたい、だから僕はねこれんな感じでずっとやっていくよ。雲仙ハムでのポイントは、油は敷きません。なぜならば、こいつ自体から油が出てくるからなんだよね。まだだね。しばしお待ちをね。準備 OK、リンチョ。一個一個入れていこうね。見てください、この音。すごくない？うわー、すごーい。うわー、うまそう。うわー、見て。すごいやらしい色がしてきた、お前。どう？うわー、たらー、見てこれですよ、これ。はい、ということで見てください皆さん、からしとマヨネーズもつけたらもう最強のマリアージュでございます、皆さん。はい、こちらいただきたいと思います。はぁ、もう口の中に肉汁がすっごい、うわ、この味がみんなに伝えられない。皆さんね、今日は久しぶりということで、もう結構なギャグを皆さんにお届けしてますけれども、これがもしコメントが伸びたりしてね、みんなが見たいという声がたくさん上がったら、これが第2弾第3弾というか、この UP チャンネルの動画がね上がっていく可能性があります。これぜひコメントをしてください。だからいろんな UP が見えるからね。うん、なんか来た。はい、おーい。ということで皆さん、配達が来たので僕はこの辺で終わりたいというふうに思います。ポンティキポンティキポティティティ。